ベラガルフはアメリカ海軍のミサイル巡洋艦。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の26番艦。艦名は太平洋戦争で1943年8月6日の夜に行われたベラワン野戦にちなむ。ベラワン野戦にちなんで命名された艦としては2隻目であり、初代のベラガルフは1945年4月9日に、 ロバート W モース艦長の指揮下で収益した護衛空母であった。初代のベラガルフは1946年8月9日に退役した。ベラガルフはメリーアン・マッコーリー夫人によって命名浸水し、1993年9月18日にバージニア州ノーフォークで式典の後収益する。ベラガルフは対空、対潜水艦、対水場及び 戦場ので戦闘といった多目的用途に活用されるよう設計された。空母戦闘グループ、揚陸攻撃グループに随反し攻撃、護衛任務に従事する。その戦闘能力はイージュスシステムによって統率され、電子探知装置、火器管制装置が完全に統合されている。イージュスシステムは艦を防御し、強力な射撃能力及び正確な、 安知能力により敵を撃退することができる。ベラガルフは1998年2月に大やけみを終了し、5月から6月にかけて行われた西バルト海での巡航を完了した。巡航の間の6月8日から19日にかけて26回目のバルトップス98演習に参加する。演習では第8空母グループの司令官が本館から演習を指揮した。 また、弾薬の海上補給、ランプス C2X の完了、バージン初等戦とジョンへの寄港を行い、配備前の作業を継続した。1999年1月に連続5度目のバトル E を受賞した後、ベラガルフは1週間に及ぶ対空士官訓練を行う。ベラガルフは1999年2月に10ヶ月に及ぶ JTFEX-99 への配備を、 完了する。その後1999年3月26日にアドリア海への配備に向けて出航した。ありがとうございます。